オクターブ・シャヌート・オクターブ・シャヌートはフランス系アメリカ人の土木建築技術者、航空技術のパイオニアでもある。現代ではむしろ校舎として有名。彼自身は動力を備えた飛行機を作らなかったが、1890年代にグライダーの実験で一定の成果を上げ、他の研究者へ影響を与えた。ライト兄弟とも信仰があった。 アメリカ合衆国のカンザス州南東部には、彼にちなんだ同盟の小都市シャヌートが存在する。日本語表記はフランス語式の発音に準じて、シャヌートとも。シャヌートが最初に航空機に興味を抱いたのは、1875年にヨーロッパを訪問した時だった。その後、アルフォンス・ペノーやオットー・リリエンタールに触発されて、建築技師の仕事を退いてから自らも、 飛行の研究を始めたのは60代になってからのことだった。当時、ペノーは個人だったがリリエンタールは生きていて活動中であり、シャヌートと手紙のやり取りをしている。飛行機開発におけるシャヌートの思考は空中での安定性向上を優先することであり、そのためにクライダーで実地に滑空を繰り返した。これはリリエンタールの流れを組む路線であり、サミュエル・ラングレーや クレマン・アデールの動力による離陸を第一とする路線とは対立するものであった。シャヌートは当時の世界の飛行機実験家から可能なデータをすべて収集した。1891年から1893年にかけて雑誌にこれを連載した後、1894年にはこの内容をまとめた書籍飛行機界の進歩プログレスインフライングマシーンズを 発表した。この本は、世界で初めて航空研究についてまとめられた書籍であり、数年後、ライト兄弟にも読まれた。また、1893年のシカゴ、バンコク博覧会では、航空機の広報に関する国際会議を主催して、成功させた。グライダーの実験は1896年、シカゴに近い、ミシガン・湖畔の砂丘で始められた。オーガスタス・ヘーリングや、 ウィリアム・アベリーら、より若い飛行機研究者との共同作業で、実際に登場したのは、ヘリングとアベリーであった。シャヌートのグライダーといえば長方形の翼をした、副容器、三容器が有名だが、初期に使われた機体は、単容器や多翼機であった。これらはいずれも、リリエンタールのものにヒントを得て作られた、ハンググライダーであり、 建築技師としての経験が生かされた、剣道な構造をしていた。このグライダー実験の経験から、シャヌートは、重量の増加を伴わずに揚力を増やすには、複数の翼を積み重ねることだと確信した。彼のグライダーは、約2000回の滑空を安全に行った。シャヌートはこれらの業績により、アメリカの航空界で指導者的な地位についた。シャヌートは、 多くの初期の飛行機研究家と文通があった。その相手には、ガブリエル・ボアザン、ジョン・ジェイ・モンゴメリ、ルイ・ブレリオ、アルベルト・サントス・デュモンらがいる。1897年には、イギリスのパーシー・ピルチャーと文通を開始し、ピルチャーは後に、シャヌートのアイディアをもとに三業機を製作するが、飛行試験を行う前に、グライダー事故で死亡した。一部の資料によると、兄弟に、 可動な翼面による機体のコントロールを進めたのは、シャヌートだという。彼を、ライト兄弟の師匠格とみなす意見も存在したが、最近では盛んでない。1896年、研究を始めたライト兄弟は、スミソニアン協会から推薦図書のリストを受け取ったが、その中には、ラングレー、リリエンタールと共に、飛行機械の進歩が入っていた。1900年の春、 ウィルバー・ライトは1号グライダーの実験を行うにあたって、シャヌートに相談の手紙を出している。1900年から1901年にかけての冬、シャヌートは2号グライダーの制作中であったライト兄弟のもとを訪れた。その時彼は金銭的な援助を申し出たが兄弟はガンとして受け入れなかったという。1902年、3号グライダーの実験を終えた。 ウィルバーをシャヌートはシカゴの西部技術者協会に講演者として招いた。1903年の秋、シャヌートはキティホークへおき兄弟のキャンプに一週間滞在した。ライトフライヤー1号はその時、プロペラ軸の修理中であった。その後、兄弟の成功を待たずしてシャヌートはフランスに渡り、兄弟の研究に関する講演を行った。ただしこの講演は、 兄弟の了承がないものであり、これ以降ライト兄弟とシャヌートの仲は悪化したらしい。この対立の根は、兄弟が飛行機の技術を特許で保護しようと考えていたのに、対し、シャヌートは飛行機に関心を抱く者には、自らの知識を自由に広めており、他の飛行機研究者にもそうした態度を期待していたためであった。シャヌートが亡くなった際、 兄弟との対立は解けていなかったが、兄である、ミルバーライトは哀悼の言葉をシャヌートに寄せている。多翼機多数の翼を持つ機体。ただし副用機や三用機の延長で、多数の翼を上下に重ねたものは、多用機といい、別に分類される。ありがとうございます。